こんにちは、大和芳明です。今回は私の書いた百人一首の解説、百人一首二次元解析の第1回目です。インターネットで本文を読むことができます。インターネットで芳名で検索しますと、芳名のホームページというのが出てきます。その表紙の5番、小説文学の達人の中の丸5、百人一首二次元解析というのをクリックすると本文が出てきます。これ本の体裁をとっていますから、最初表紙があったりなんかしまして、文字の大きさはブラウザーの設定の中の拡大縮小で調節してください。いろいろ目次とかいろいろな解説が書いてありますが、それを全部省略しまして、まず第1回、天智天皇の歌ですね。中大兄皇子の時に大化の改新を断行した人です。本文と訳を見てみましょう。秋の田の苅穂の硫黄の苫を荒み、我が衣では露に濡れつつ。大変有名な歌で、難しいところは何もないんですけれども、赤い字で本文が書いてある。その下に黒い字で訳が書いてある。秋の田の仮小屋の小屋、仮穂の硫黄というのは意味がダブるんですけれども、ダブることによってむしろ心地よいリズムが作られてますね。仮穂の小屋、仮小屋の小屋の苫を荒み、苫が草吹き屋根の目が荒いので、この苫を荒みですが、下に文法っていうのがあって解説がしてあります。能懐かしみ、これ現代語でも言いますよね。能懐かしみ、これは懐かしみというのは懐かしむという動詞の連用形ですね。終止形は懐かしむです。能懐かしむ、脳懐かしみだから、脳懐かしんで、脳懐かしいと思って、のが懐かしいので、などと訳せますよね。それと同じで、荒らしという形容詞がある。そこで、荒むという動詞があると想定すると、苫を荒いと思って、苫が荒いのでと訳せる。結局、苫を荒みは苫が荒いのでと訳せる。そうやると納得できるじゃないかと。そういう解説です。秋の田の仮小屋の小屋の草吹き屋根の目が荒いので、私の衣の袖は苫の隙間から漏れてくる夜露にしきりに濡れることよ。濡れつつ、このつつというのはしきりに何々するという接続助詞ですから、しきりに濡れることよと、こう訳してるわけですね。これ全部単語に正確に分けてあって、その単語ごとに訳がつけてあります。その下の参考を見ますと、万葉集にこの歌の元歌と思われるものが出ています。これは作者不明の歌ですから、まあ農民が作った歌だろうと言われていますけれども、この歌を改作して天智天皇の歌ということにしたらしい。まあ仮に天智天皇がこの歌を作ったとしてもですね、なぜ天智天皇が農民の小屋にですね、泊まったら夜露に袖が濡れたとかいう歌を作ったのかよくわからないんですけれども、天智天皇っていうのは狩りが好きだったんですね。狩りの途中で天武天皇に殺された。まあ、もちろん天武天皇がご本人が殺したわけじゃないんですけど、天武天皇の放った刺客、つまり殺し屋によってですね、殺されたという話が、伊沢元彦さんの逆説の日本史っていうのを読むと非常に詳しく書いてあるんで、説得力があるんですけどもね。まあそれは別として、この狩りが好きだったので、狩りに出た時に途中でこういうところに泊まってこの歌を詠んだんじゃないかという感じもありますね。この歌は
以上です。その次ですね。2番。春過ぎて夏気にけらし、白たえの衣干す蝶、天のかぐやま。持統天皇の歌です。持統天皇については詳しく説明が書いてありますけれども、女性天皇です。女性天皇というよりは、おばさん天皇という感じですね。天智天皇の娘さんで、天武天皇の奥さんになった人で、それで天武天皇との間に生まれた草壁の巫女という人を天皇にするためにですね、その中継ぎの天皇になりましてね、それで政敵の大津の巫女っていう人を殺してしまったんですけれども、ところがその本命の草壁の巫女は早死にしてしまいまして、で今度はしょうがないから草壁の巫女の子供、つまり自分の孫が即位するまで天皇の位にとどまったと、そういう人です。春が過ぎて夏が気にけらし、にける、には官僚の助動詞、ぬの連用形、けるは過去の助動詞、けりの連体形、にけるというふうにつながりますと、もう何々したというふうに訳すね。春が過ぎて夏がもうやってきたらしい。毎年夏になると白たえ、真っ白な衣を干すという、あの天のかぐやまに今日は衣が干してある。だから夏がやってきたんだろうと。そういう歌です。天のかぐやまは奈良盆地の南の方にあります。持統天皇が住んでいた藤原宮と1キロ半ぐらいしか離れてませんから、天皇は毎日天のかぐやまを見ていたでしょう。そして季節の変化を感じ取った。そういう歌です。かぐやまの中腹に真っ白な衣が干してあるという景色が非常に鮮やかですね。次、3番。柿の本の人麻呂の歌。万葉集で一番上手な歌読みと言われています。足引きの山鳥の尾のしだり尾の、長流しよう一人かもねん。足引きのはもちろん山にかかる枕言葉。その山鳥の尾のしだりを垂れ下がった尾のように、長々しい長い長いこの夜を、私一人で、このかもねんというところなんですけれども、これ一人かもねんってこう読む人がいるんですけれども、これは一人かもねんということですね。このかは疑問を表す係助詞なので、最後に持ってきて現代語の疑問を表す助詞かに直す。もというのは、これは詠嘆を表す助詞なので、これもはさらに後ろに持ってきてなあと詠嘆に訳している。私一人で、一人かもねん、私一人で寝るのだろうかな。こういうふうに係助詞を現代語に訳すときは、この訳す場所をこうずらすというところがありますので、これはぜひ気をつけてください。夜が長々しい、夜がものすごく長く感じられるというところを、山鳥の長い尻尾に例えているところが、どうもシュールな感じが、むしろ新鮮な感じがしますね。昔の人はそういうふうに感じたんですね。山鳥の尻尾が長いと、そういう長い夜をというところが非常に面白いところです。山鳥というのは雉の一種らしいですね。またこの歌は足引きの山鳥のしだりをのというふうにのを繰り返すことによってリズムを出している。同じものが繰り返すっていうことはリズムを作るっていうことですね。リズムを作るということは、リズムがあるということは散文ではなく韻文、つまり詩になるということです。
詩の特徴というのは散文と違ってリズムがあるっていうことですね。それでこの能を繰り返したそのリズムがですね、なんか非常に長々しい感じを醸し出していると、そういうところも面白いと思います。次、4番目の歌です。山辺の赤人。田子の浦に打ち出てみれば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ、見晴らしの良い田子の浦に出て見渡すと、京都の方から関東の方に旅してきますと、富士川の手前、静岡とか清水あたりではですね、まだ北側に山がありまして、富士山見えるんですけれども、全部広々と見えるわけじゃないんですね。富士川までやってくると、これ田子の浦というんですけれども、そこまでやってくると見晴らしが非常に良くなりまして、富士山が広々と見える。打ち出てみれば田子の浦に出て、そうして広々と見渡すと、そうすると真っ白な富士の高嶺に雪が降り続けている。降りつつというのはどうもちょっと写実的じゃないという批判があるんですけれども、どうもこういうところが平安時代の人の好みだったようです。この歌も元歌がありまして、「万葉集」、これが改作されたらしい。田子の浦ゆ打ち出てみれば真っ白にぞ、富士の高嶺に雪は降りける。こちらの方が非常に写実的で、いかにも山辺の赤人の歌らしい、そういうことです。山辺の赤人は万葉集第2の歌人と普通言われています。紀貫之の批評などを見ますと同等のように書いてありますが、まあ人丸の次に2番目に書いてあるんで、まあ2番目に評価しているのであろうと、一般にもそういうふうに評価されています。山辺の赤人という人は女系歌、つまりその景色を詠んだ歌に非常に優れておりまして、万葉集にもたくさんいい歌が載せられています。次、5番目、猿丸太夫の歌。奥山にもみじ踏み分け鳴く鹿の声聞くときぞ秋は悲しき。これも非常に有名な歌で、わかりやすいですね。奥深い山の中にもみじを踏んで分け入り、鳴く鹿の声を聞くとき。ぞ秋は悲しきのところですけれども、私はわざとこれをやったんですけれども、いろいろな訳し方がある。最初1番、声聞くときぞ、時とぞの間に空欄を作って、その空欄を訳さないで、ぞをわと訳している。ぞというのは係助詞、わはこれは現代語で言うと副助詞ですね。声を聞くときは何にも増して秋は悲しいと感じられる。2番はこの時とぞの間に空欄を作っておいて、そこにがを補って、声を聞く時が、でぞはどうするかっていうと、声を聞く時がどうしてくれんだっていうと、これはぞというのは強めですから、強めというふうに理解して実際は訳さない。本当は強めに訳したいんですけども、現代語に適当なその強めの言葉がないんですよね。声を聞く時が秋は悲しく感じられるって、机を叩くわけにもいかないんですよ。声を聞く時が何にも増して秋は悲しいと感じられる。丸さんはどうでしょう。声を聞く時がでもいいんですけども、声を聞く時に何にも増して秋は悲しいと感じられる。これでもいいですね。丸四、これはやはり二と訳、二を補ってるんだけども、歯はこれはイクスクラメーション強めなんですけれども、副助詞の歯もこれ強めですから、あえて歯に訳した。
声を聞くときには何にも増して秋は悲しいと感じられる。どれが一番いいかはそれは皆さんの好みですけれども、文法の規則を論理的に当てはめてですね、空欄にがになどの格助詞を補う、それからもう一つゾア、これは現代語の副助詞はと訳したり、単なる強めと理解するということによっていろいろな訳し方ができる、そういうことが言いたかったわけです。そこでこの歌の解説は終わりで、その次に解説というのがありますね。そこでこの機会にですね、助詞の訳し方について詳しく考えてみようということで解説というのを書いたわけです。読みますよ。古文読解のために助動詞については多くの参考書が用法、訳し方などについて詳しく説明していますが、助詞については詳しい説明はほとんど見かけません。しかし助詞の理解は極めて大切です。なぜなら助詞は語句の文中における格を明示して構文を決めたり、文の種類、その文が平序文か疑問文か簡単文かなどを決めるものだからです。また助詞は語句の接続を明示することによって文脈を決定するものでもあります。ここでは難しい理論は避けて、百人一首の実例に即して実際にどう理解しどう訳したらよいかをまとめてみましょう。まず助詞はどういう場合が難しいか、結論から言うと次のような順序で使われているところが要注意なんです。これ百人一首訳しながらですね、ものすごくたくさんそういうところが出てきます。次が大事で、助詞というのは自立語の後にくっつくものですけれども、自立語の後にまず格助詞の入る仕切りが一つあり、その後に係助詞または副助詞の入る仕切りがいくつかあると。いくつかとは0から3くらいと考えてください。まあ3というのはほとんどありません。0、1、2ぐらいです。図示すると次のようになります。自立語があって、その次に格助詞があって、その次に係助詞または副助詞があって、また係助詞または副助詞があって、まあせいぜいそのくらいと。係助詞または副助詞が3つも続くってことはもうほとんど例外的で、ほとんどありません。具体例を示してみましょう。まだやってないんですけども、34番目の歌、タレオカも知る人にせん、高砂の松も昔のともならなくにって歌ですよね。これを品詞に分けてみると、タレオ、オは格助詞、カは係助詞、疑問の係助詞、モも係助詞、ゾウなんやかこそハモのカともですね、格助詞、係助詞、係助詞というふうにつながってます。これをどう訳すかっていうと、誰を知る人と思うかな、かともは、その場所に訳さないで、後ろの方に持ってきて、かな、などと訳すんです。それを34番見ればわかりますけれどもね。そこで、おはそのままおと訳している。かともは後ろに持ってって、疑問詠嘆に訳していると。そういう訳し方があるんだ。その次ですね、ものをこそ思えっていうのは49番と80番の歌に、2つの歌に出てくるんですけども、おは格助詞、こそは係助詞ですね。どう訳してるかっていうと、ものをこそは強めと理解して思う、ものを思うっていうふうに訳してるわけです。そこまでいいですよね。つまり格助詞の後に係助詞または副助詞が一つとか二つとかつながって出てくるものだ、そういうことです。ところが注意すべきは、次のように一見格助詞が使われていないように見える場合です。
非常に簡単な例、2番の歌やりました。春過ぎてってのは春が過ぎてってことですよね。と古文は春が過ぎてとは言わないんです。古文には簡単に言えば主格を示す格助詞としてのがってのはないんです。空欄であることによって主格であることを示している。だから訳すときには春が過ぎてと訳すわけです。主格を示すがは古語にはないので、春と過ぎての間の空白が春が主格であることを示している。だから空白を現代語のがに訳す、空白に格助詞が隠れているということを認識することが大切です。難しく書いたけど、春過ぎてってのは春が過ぎてって意味なんだ。当たり前、花咲くったら花が咲くという意味ですよね。鳥鳴くったら鳥が鳴くという意味ですよね。風吹くっつったら風が吹くという意味で、花咲き鳥鳴き風吹くっつったら花が咲き鳥が鳴き風が吹くって意味ですよね。がを補うんだ。当たり前のことですよね。その次、5番の歌で、もみじ踏み分け、これやりました。これは、もみじを踏み分けてっていうことですよね。もみじを踏んで分け入り。だからここには、おが略されている。おは、古文を読むと、使われている場合もあるし、使われてない、略されている場合もある。だから、古文にはおはない、言えない。古文におがあるんだけど、使わない場合、つまり略している場合もあるんだ。読んでみますと、空白に内在する対象を示すおを現代語には補っています。おは古語では使われたり省略されたりします。あるんですよ。だけど省略されることもあるんだ。古語の現代語訳の時、補うことが多いのは鬼の歯がです。これ覚えてください。補う助詞は鬼の歯がってな。そういう定石があるんです。いいですか？次、71番の歌で。秋風ぞ吹く。ね。足のまろやに秋風ぞ吹く。これはどういうことかっていうと、空欄にがを補うんです。さっきも補いましたよね。秋風が。で、ぞは何かっていうと、これは強めのかかり助詞ですから、強めと理解する。で、訳すときは、秋風が強め、秋風が吹くんだ、こういうふうに強めてるわけです。ですから、強めと理解する。だけどまあ、強めも訳しにくいので、秋風が吹く、単に訳すことがあります。これは、説明を読むと、空白を2と同じくがに訳し、ぞを強めと理解する。秋風ぞ吹くを訳せば、秋風が吹くである。当たりますよね。しかし、ぞをがに訳しているのではなく、がは補い、ぞは強めと理解しているのだ。つまり、ぞというのは強めのかかり助詞ですから、これは格を表す格助詞ではない。主格も目的格もヘチマもないんです。このぞというのは強めなんです。主格は何が表しているかっていうと、秋風の次の空欄が、これが主格だっていうことを示している。だから、訳すときは秋風がと訳して、ぞは強めに理解して吹くとこう訳しているんだ。わかりますよね。その次、だんだん難しくなってくる。62番の歌。世に大阪の席は許さじ。大阪の席は許さじ。これは、大阪の席と許すの間のにある格助詞は何かっていうと、大阪の席が許すわけじゃない。大阪の席に許すわけじゃない。大阪の席と許すわけじゃない。大阪の席を許すつもりはない。とこういうふうに言ってるわけですから、この、大阪の席の次の空欄には、これは、おが省略されてるって考えるべきだ。訳すと、1番、丸1、大阪の席を強め、許すつもりはありませんよ。いいですよね。ところが、
もう一つは、2番の ② の訳し方は、大阪の席は許すつもりはありませんよ。大阪の席を許すつもりはありません。大阪の席は許すつもりはありません。同じことですね。どちらも正しい訳だと思います。そこで ① の方は、個々の空白に内在する O を現代語の O に訳し、歯は強めと理解する。丸2の方は、現代語と同じで空白を訳さず、係助詞歯はそのまま現代語の副助詞歯に訳す。次大事です。個々の係助詞と現代語の副助詞は、係結びの用法が違うだけで、本質的には同じものと考えてよい。係助詞と副助詞ってのは同じなんですね。だから係助詞は現代語では副助詞に訳してもよい。同じものに、同じ部類のものに訳すのは構わない。そういうことなんです。それから今度は38の歌。忘らるる見よば思わず。これは音と葉と両方入ってますね。この見よばの場というのはこれはただなまっただけで、おの後の葉というのはおはって言いにくいんで、おば、ただなまっただけです。これは係助詞の葉です。これは大阪の席は許さじの場合とほとんど訳し方が同じで、我が身を惜しくは思いません。我が身は惜しくは思いません。ほとんど同じですね。この ④ の訳をよく見ますと、我が身は惜しくは思いませんという言い方と、この2番目の和を言いませんでね、我が身は惜しく思いませんと、二通りの言い方があるんですよね。非常に微妙な違いで、どっちがいいかっていうのは迷うところだと思いますね。あなたに忘れられる我が身は惜しくは思いません。もう一つ、あなたに忘れられる我が身は惜しく思いません。どっちがいいか迷うところですね。係助詞とか副助詞っていうのはニュアンスを出すんですね。ニュアンスってのは感情的なニュアンスを出すんです。ところが格助詞とか接続助詞ってのはそうじゃなくて、論理的な意味を表すんです。次、3番と91番に出てくる、2回出てくる一人かもねんってやつですね。やりました。3番はね、これは私は一人かも、このかともは後ろの方に持って行ってかななどと訳しているわけです。じゃあその一人の次は何かって、これはその本文を読むと一人の後には何もないから、何もないように見えるんだけど、実は格助詞の入る空欄があるわけです。格助詞、係助詞、係助詞っていう順番に出てくるわけですから、格助詞がないってことはないんですね。なぜかっていうと、格というものは必ずあるからです。わかりますか。花咲くと言ったら、これは花に咲くでもなければ、花を咲くでもなければ、花と咲くでもなければ、花で咲くでもなくて、花が咲く、花と咲く。自立語と自立語の間には必ず格というものはあるんです。ただ格助詞が書かれてないから、あるように見えないこともあるだけなんです。そこで格助詞を補うと、私は一人で寝るのだろう、でかも後ろに持ってきてかなぁと、こうなりますね。空白を数量を表すでと訳し、かもは後ろに持っていって疑問詠嘆に訳していい。ここまで当たり前じゃないかと思う人もいるかもしれませんが、とにかく基本的なことをやってきた。そうするともっと分かりにくい例について考えてみましょう。見せ場やな、おじまの天の袖だにも濡れにぞ濡れし、色は変わらじ。90番の歌ですね。ここの袖とだにも、副助詞、係助詞、だには副助詞、もは係助詞。このだにの前にですね、空欄がなければならない。格助詞の入る空欄がなければならない。でそこで空欄にがを入れてみると、この古文の
赤い字の方の1番2番ですね、2番がを入れてみると、尾島の天の袖がだにも、こういう言い方はない。そもそも古文にはこういうがはないんです。存在しないんです。ですから×がついてますね。×がついて、こういう言い方はないんだ。1番は丸がついてます。尾島の天の袖だにも、こういうふうに言った時に、尾島の天の袖だにもというだけで、尾島の天の袖っていうのが主語であるってことはわかる。これを現代語に訳すと、尾島の漁師の袖さえも濡れにぞ濡れたんだと。現代語に訳すときもがは使いませんね。なぜかっていうと、さえの前にがをつけるとおかしいからなんです。現代語ではそう言わないからなんですね。黒い方の現代語訳の2番見たら×がついてますよね。尾島の漁師の袖がさえもっていうと変ですよ、現代語としても。だから尾島の漁師の袖さえもっていうことなんです。赤い丸印はここでそういう言い方がある。赤い×印はない。黒い丸印は現代語でそういう言い方がある。黒い×印はそういう言い方はない意味ですよ。そこで今のところ、主格を示す格助詞がは古語にはない。だけど、尾島の天の袖が主語で、濡れにぞ濡れしが述語であるってことは、これは日本人だからわかりますよね。だから、がが空白に内在していると考えられる。存在しないんだけど、真相の意味として、つまり、現象の表面には見えない、深いところに存在する意味として、真相文法とか、いうのあるんですけどね。真相の意味として、その主格を示す格助詞が内在していると考えられる。現代語でもがは内在しているが、袖がさえもとは言わず、袖さえもという。これは黒い2番の例文の中から、さえも取ってしまうとわかる。尾島の漁師の袖が濡れにぞ濡れるんですよね。だからやっぱりこのがは内在してるんです。難しく言うとですね。その次。これは百人一首じゃなくて、葵の上という洋曲から持ってきた例文なんですけど、夢にだに帰らぬものを、同じだにが使われてますね。夢にだに、赤い一番ではだにの前は格助詞は空欄でなければいけなかったんだけども、赤い3番夢にだにではですね、これは2が入ってってないと日本語にならない。夢だに帰らぬものっていうと、なんか夢が帰ってこないって言ったら意味が別になっちゃいますね。赤い4番×がついてます。だから夢だに帰らぬものじゃなくて、夢にだに帰らぬものなんで、には格助詞、だには副助詞。これを訳すと、黒い3番夢にさえ帰らない、夢でさえ帰らない、これ入れないとおかしいですよ。4番、黒い4番見てください、×がついてます。夢さえ帰らないっていうと、なんか夢が帰ってこないっていうのは別の意味になっちゃいますから、にとかでを入れる場合にはこれは省略しちゃいけない。格助詞のにをにあるいはでと訳し、だにをさえと訳している。現代語では、夢にさえ帰らないとか、夢でさえ帰らないとかいうので、にの現代語訳はにでとなる。しかし、夢さえ帰らないとは言わない。つまり、にまたはでは省略できないんだ。いいですか？今度51番の歌、書くとだに、えやはいぶきのさしもぐさってやつですね。書くってのはこのようにってこと。あなたが好きですってことですね。書くとだに、えやはいぶきの黒い5番を見てください。訳ですね、これはね。丸。こういうふうに言うんだ。あなたが好きですとさえ
言うことができるでしょうか、いやできませんというような意味になる。あなた好きですとは言うにかかるんですと言うんです。これ引用ですからね。そのこのとは省略できるか、古文として省略できるか、赤い6番を見てください。省略できない。各だにエアはいぶきのとは普通言わないです。それから現代語として省略できるか、黒い6番あなたが好きですさえ言うことができますかって言いませんよね。このとは入れなければいけないんです。とという格助詞は入れなければいけないんです。省略できない。省略しなきゃいけないものとか省略できないものとかいろいろあるんです。格助詞には頭こんがらがるかもしれませんがね。さらにそういう説明を読んでみましょう。引用の格助詞のとと訳し、だにをさえと訳して、あなたが好きですとさえ言えませんとかですね、これはいいんだけども、あなたが好きですさえ言えませんとは言いませんよね。つまりとは省略できないんだっていうわけで。その次、赤い7番と8番。これは例文がいいのがないんで、私が勝手に作った古文の例文です。文字をだに書けず。わかりますよね。文字をだに書けず。訳すと、下の黒い7番。文字をさえ書けない。だけど、この子は文字をさえ書けないっていう時にですね、この子は文字さえ書けないとも言いますよね。このおは省略してもしなくてもいいんですよ。これ古文でも文字だに書けずとこういう言い方あります。つまり古文も現代語もですね、このおというのは省略してもしなくてもいいんです。そういういろいろな場合がある。じゃあどうしたらいいのかって何が言いたいかっていうと、いろいろ複雑だけども、以上の考察から助詞の種類と用法について次の定義を記録しておきます。これ別に分かんなくてもいいです。むしろその次の赤い字の結論、これが大事なんですよ。助詞の訳し方のポイントは、自立語の後ろ、後ろってのは自立語の次ってことですね。自立語の後ろや、かかり助詞や副助詞の前に隠れている格助詞を補うことである。このことを注意さえすれば、助詞は非常に正確に訳せるっていうわけなんです。急に言われても、いや、よくわからんっていう人が、多いと思うんですけれども、これはこの後100首もですね、解釈しているうちにもう何度も何度も出てきますから、それを説明を聞いてれば、あ、なるほど、またかって自然にわかるようになります。今日はここまでにしておきましょう。最後まで聞いてくださってありがとうございました。